ポケモンカード PSA10 高価買,買取募集。高。ほう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 。ほうほう,ほう6月10日。超最近のデータですね。あ、昨日のデータだね。はぁ、あ。そうでございますか。高いですね。ちょっとお待ちください。 はい、はいと。チェックしていく。PSA じゃないけどね。えー、じゃあ、緑。まだ持ってなくて提出してないのは緑。うーん。ここ。うーんと。これ15万になったんだ。ブラッキー。PSA 鑑定。 リーフィアも8万円。サンダースも8万円。竹。リザード。6、6万円。リザード VMAX。SSR。6万円。あとは大体持ってないな。フーローも持ってるけど、ちょっと白掛けがあるんで、10点はなかなか厳しいかな。 アセロラ12万円。フーロ4万円。ナタネ4万円。ここら辺なくて。ブラッキー15万。これ PSA 鑑定やな。リーフィア8万円。サンダース8万円。リザードン6万円。やばいっす。本当にカードとは思えない高額帯ですね。さて、違う。こっちじゃない。 違ったこれ持っているやつは赤持ってこれから出すやつは緑めいちゃんあメイめちゃん持ってる赤30万円セレナ8万円えー マリーちゃん11万円でこれから出すやつカトレア10万円ユーリ7万5千円イリカのもてなし33万円竹これだけやたら高い赤いも持ってる5万円ガララの仲間たち7万円 あ、リーディーね。850、850万円っていう感じですね。うん、う,んう,んうん、うん、うん、うん。うん、うん、うん。イリカのおもてなし33万になるんだ。すげえな。はあ、夢が広がる。ご視聴どうもありがとうございました。